皆様こんにちは、山芋です。本日は仮面ライダーシティウォーズやっていきます。はい、フェス開催中と書いておりますが、来ているフェスは、はい、タッグフェスでございます。山芋がまだ1枚も持っていないね。これですよ毎回外れるの。もっと1枚ぐらい欲しい。で、今回誰と誰って、アクセルにブーストタッグができる、なんか良さげですよ。わ、かっこいい。めっちゃ速そう。これ絶対 S 系だよねめちゃくちゃ速そう。 TRK がついてる。とどめ特攻があるということは次のイベントに有利。何のイベントだ。おっと、響きとガイムもいる。これめっちゃいいね。で、今いろいろあると。なんだ、5日間ログインボーナスが美味しいということで、ありがとうございます。石いっぱい嬉しいです。では中身を見ていきたいと思います。めっちゃ輝いてますね。で、ピックアップされているのはこの2枚。で、このガシャは、そうだね、BC が当たらない BT のみですね。はい、目玉は 1.5、1.5。で、その後 0.1 の確率で、今までの BT がずらーっと並んでるのかな？いや、違うぞ。0.1 で他の必殺技も並んでる。いやー、ほぼ必殺技。お、0.1 以下もあるな。0.7 とか6が、ただ星4。なんだこれ。あ、星4の必殺技も 3.7 とかであるので、ね、響きとかガイムとかの絵が出てもこっちが来るかもしれないのね。恐ろしいガシャだ。まあ、どのガシャも、まあ、こうやって提供割合美味しいんじゃないかとか、私いろいろ言ってるけど、星5の確率は 5% と変わらないので、まあ、ずっとね、あの、確率的なものは何も変わってないのですが、いきます。さあ、ほんと366までね、ちょっと貯めたんで。いや、でも10連だけだな。うん。頑張ります。よし、気合い気合い。お願い、初めてのタックのカードが欲しい。お願いします。来い。これ何やったな、これ何やった、これ何のカードやったな、何のカードやった。もうほんまあかんわ。すり抜けもなさげや。もう光ってないもん。あーまあそう、ほんま、なんかこういう気合い入れた時って絶対ね、アマゾンのカードですね。なんかもう覚えられないんですよね。あ、でもガイムとね、響さんは、結構ね、ピックアップ。星4でもね、結構確率が高かったんで、ドライブもね、はい、来てます。はい、アクセルも来てます。はい。タッグ得点も違います。全部違います。縁がないなぁ。ていうか、あれだね、ドライブとかガイムの星4の必殺技が欲しい人、響とかアクセルとか、星4の必殺技が欲しい人もこれを引くと、まあ、当たりやすいかもしれないね。もう早々に爆死ですよ、もう。で、メダルガチャもちょっと今日ね、当たらなかった時引こうかなと思ったけども、ちょっと置いときます。ちょっと当たってなさすぎて、200で引くのをちょっと今ね、ためらっているんですよ、私。なぜかと申しますと、たーらーん、私こちら、頑張ってまとめてみました。はい。これ何かというと、私、山芋が持っている、星5のビルドの技でも必殺技でもない無印のカード、6個です。で、こちらなんですけども、星7まで全部育てている状態です。で、攻撃力、防御力、俊敏、こちらの総合力を下で赤とピンクの字で書いてあるんですけども、だいぶ差がないですか？ものすごい差があるなと思って。なんかその下の麻痺属性とかの凍結とかなんか熱とかなんとか、この3つのマイナス5とか5っていうのはなんか全部、まあ、プラマイ0になってるんだけども、これを重視してイベントに参加したことは今までないんですよね。まあ、これからこういうのが大事になってくるイベントが来るのかもしれないですけども、今はなんかもうね、総合力でゴリ押しにできるかなっていう気がします。で、この6枚のカードを見て私思ったんですけども、あ、一番ね、右にあるのがこの前のイベントの時にもらったやつかな。1933あります。一番弱いのは、さあ実験を始めようか308ですね。こちらが、一番弱いかなっていう感じがする。
で、この弱いカードとかがさ、もしかしたら200のメダルガチャとか出てきちゃう恐れがあるんだったら、ちょっとね、考えものかな。っていうか、スパークリングとか、こう、なんだ、普通のベルトじゃなくて、こう、携帯がね、フォームチェンジしてるのにもかかわらず、そこまで強くないんだよね、1801。まあ、比較的やっぱりね、皆さんに言ってる通り、最近もらったカードが強いのは、そうなんだけども、いや、ちょっとね、差が結構ある。142もあるのか。はい、では今、ビルド君にね、適当にカードをつけてるんですけども、さっきの星5の中で一番弱かった、こちらのカードですね。さあ、実験を始めようか、カード。これを一番効果が大きかったカードとチェンジをしたときに、総合力が本当に142だけ変わるのか、それとも、建物とかをね、いっぱい建ててたので、もうちょっとね、変わるのかっていうのちょっと見てみたいなと思います。今、22747です。はい、つけました。はい、総合力が22834。22834で引くと、あれ87しか変わらない。これは何が、どうなってるの？難しいな。他の要素も絡んできているのか。そんなには変わらないのか。でも上がったのは上がったね。同じテクニック属性のカードで。これって一体何の要素なんだろう。あとベストマッチでまた関係してくんのかな。なんかカードこれ奥が深すぎて本当にわからない。でまあ今わかっていることといえば、星5のカードでも差がある。はい、今回はね、もう当たらなかったんで、この3人で行ってね、当たった気になっておこうと思います。いやー、悲しいですね。ちょっとダブルも決まったかな。ダブルもライダー体制にね BC2 個ついてるから連れて行こうか悩んでます。ほんとでも1枚ぐらい欲しいね。なんでこんなに当たんないんだろう。で今回のイベントやっぱりあのマルチそんなに人いないですけども、私も頑張って40万ポイントを超えて、いや、なんだ。何でも戦ってやる、OK。そういう話かぶったね、今、ダブルとね。石を25個もらい、頑張っていきたいと思います。いや、かっこいいな、この3人。欲しかった、タクフェス。ってことで、今、タクフェスイベントに行ったんですけど、なんかめっちゃもらいましたね。あれ？なんか今、間違えた。何間違えた。何か。何で、あ、そっか、私ダブルで行ったから、ドライブで行かなきゃいけなかったのに、間違えて行っちゃった。で、何もらったの？あ、なるほど、曜日席をいっぱいもらえるんだね。ありがたいですね。はい、ということで、今回は、こんな感じの、ハズレのガシャでございました。皆さんは、当てられましたでしょうか？次のイベントまでね、まだ6日、1週間ぐらいあるから、ちょっとまったりね、石を集めていきたいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。また、山芋とマルチで出会った時、よろしくお願いいたします。またねー、バイバイー。